どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA がなんと、プレミアムポイント2倍キャンペーンをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンを対象路線限定でね、発表したわけなんですけども、今回ね、ANA が対象路線限定で、プレミアムポイント2倍キャンペーンをね、発表いたしました。まあ、JAL がね、行ったキャンペーンに、まあ、追従したっていう感じですね。今年ね、ANA のステータス仕様等々ね、検討されている方は、まあ、知っといてね、損はないかな、なんていうふうに思いますので、気になる方は、ぜひ、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、公式サイトね、こういった形になっておりまして、搭乗期間はですね、2023年の2月の27日から4月の11日までっていう風になります。で、今回ね、エントリー必須になっておりまして、エントリー期間がね、もう始まっておりまして、4月の11日23時59分までにエントリー必須っていった形になります。で、特典はね、獲得できるプレミアムポイント2倍っていう風になっておりまして、対象路線ですね、こういった形になっておりまして、 ANA および ANA グループ運行便以下の路線、提携航空会社が運行しているコードシェア便については、 ANA、NH 便名で予約搭乗した場合のみね、対象っていった形になります。ちょっとね、対象路線これにね、出しておきますけれども、関西空港だと札幌と東京、伊丹だとね、結構幅広くね、対象路線あるわけなんですけども、今回ね、この2つの空港の発着便がね、対象っていった形になります。で、対象運賃なんですけども、対象運賃もね、こういった形になりまして、この運賃であれば、今回のね、プレーンポイント2倍キャンペーンね、対象っていった形になります。で、このね、プレーンポイント2倍のね、付与日についてなんですけども、通常分とは別に4月の末にね、付与されるっていうふうになります。まあ、こういった形でね、今回のキャンペーンあるんですけども、注意事項はですね、まずね、エントリーが必須になっている点ですね。もうね、エントリーできるようになっておりますので、利用される方はですね、エントリーね、忘れずにしといてください。で、またね、対象運賃なんですけども、対象運賃がですね、この掲載されている運賃のみが対象っていう風になりますんで、スーパーバリュー28とかね、まあ、ここら辺ね、対象外になってきますので、もしね、このキャンペーン狙ってステータス使用ね、されるようであればですね、この対象運賃ね、確実にね、対象なのかどうなのかっていうのはね、確実にチェックして利用していただければなと思います。これで2倍だと思って利用したら2倍にならなかったってなるとね、ステータス使用されてる方だったらね、結構痛いと思いますので、注意ね、していただければなと思います。またね、今回、伊丹空港と関西空港が対象なんですよね。そう、神戸空港はですね、こちら残念ながら対象外っていう風になりますんで、この点もね、注意してください。それでは次にですね、今回ね、プレミアムポイント2倍キャンペーン来ておりますので、伊丹から札幌路線の株式優待運賃で利用した場合、片道のね、獲得できるプレミアムポイントね、ちょっとシミュレーションしていきたいなと思うんですけれども、まあこちらね、シミュレーション ANA の方、公式サイトで入れていただければね、出てきますので、まあこちらでね、計算していただくのがね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、一応ね、やっていきたいと思います。このね、プレミアムポイントっていうのは、区間基本マイレージかけるクラス運賃別倍率と路線倍率、足す搭乗ポイントでこのプレミアムポイントがね、計算されるっていう風になりますんで、伊丹からですね、札幌の場合はフライトマイルがですね、666っていった形になりまして、今回ね、株式優待運賃で利用させていただいておりますので、こちらね、運賃5っていった形になりますんで、倍率が75%になります。で、国内路線ね、利用させていただいているので、路線倍率は2倍っていう風になりまして、搭乗ポイントね、400ポイントがついて、合計ね、1399プレミアムポイントが獲得することができるっていった形になります。で、ANA のね、このプレミアムポイント2倍のキャンペーンは非常にね、わかりやすくて、まあ、このね、ANA のね、プレミアムポイントシミュレーションありますけども、これをね、ただ単に入れていただいて、出てきた数字、このプレミアムポイントをただ単に2倍していただければ、このね、キャンペーンでね、獲得できるプレミアムポイントね、計算することができますので、多分ね、間違えることは多分ないんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、こういった感じでね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、ANA がプレミアムポイント2倍キャンペーンをね、対象路線限定で発表いたしましたので、そこでね、動画作らせていただいたわけなんですけども、まあ、キャンペーン自体はですね、まあ、JAL にね、追従してきたっていう感じですかね。運賃自体はですね、すごいね、安い運賃とかが対象外になってたりもしますので、まあ、利用できる方ね、まあ、限られると思うんですけども、知っといてね、損はないかな、なんていうふうに思いますので、もしね、修行を今年される方はですね、こちらもね、チェックしていただければな、と思います。
またね、ANA は今日のね、この動画が出てる日付が変わった28日から ANA 級にね、こちらの動画で解説させていただきましたけども、こちらがね、開始になるっていう風になりますので、片道ね、平日であれば7000円、週末1万円でね、利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、注目されてる方ね、多いと思うんですけども、まあ、こちらもね、テレビとかでもうガンガン、紹介されておりますんで、まあ、ちょっとね、サーバー落ちんじゃないかな、なんていう風に思ってるんですけども、もしね、利用される方はですね、こちらもね、ぜひ、チェックしていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。